今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。今川との戦いに勝利した信長は三河伊東の攻略を盟友の家康に託し、次なる目標を美濃攻略に定める。美濃斎藤家の本拠稲葉山城は難攻不落の堅城。攻略には足がかりとする城を角又に築く必要があった。しかし敵地で城を築けば敵の妨害を受ける。家中の誰も解決策を見出せない中、名乗りを上げたのは秀吉だった。秀吉はとある人物を訪ね協力を求める。その相手こそ伊賀忍団統領桃地三太夫であった。角又築城戦。で、稲葉山城攻めの要となる城を作るのに俺たち伊賀忍団の手を借りてえと。頼め桃地の兄貴、せっかく掴んだこの好機逃したくねえんだ。それにオイラと兄貴の仲だろな。あこの通りうまくいきゃ礼だって弾むよ。ったく相変わらず調子のいいやつだ。仕方ねえ、可愛い弟分のため人肌脱いでやるか。本当か、ありがてえ。よっしゃいっちょやったるぞ。いっちょ手柄を立ててくるか。一緒にやるか、昔みてえによ。
稲葉山城攻略がため一夜で城を作るか。つくづくたまげた発想だ。だが悪くねえ。まずは東の砦から資材を運んでこねえと。桃地の兄貴も準備しといてくれよな。築城の手だれどもを西の砦で待たせている。まずはそいつらを現場に連れて行かねえとな。任せな。ゼゴ、味方本体が来る手はずだ。本体到着まで本陣は決して明け渡すなよ。おう、任せろ。来たな、織田の雑魚ども。さっさと退場しろよ、半兵衛。うむ、たくさんの資材をどこに運んで。怪しいな。打てる手は打っておこう。怪しい奴らも打ち取ってくれる。その2だ、運ばせはせぬぞ。やい、そこのお前ら、オイラの出世の足がかりになれ。本陣の北側を制し前線を上げりゃ楽に事を運べそうだが。手柄はもらった。うわぁ、敵将、オイラが討ち取った。聞かせていただこう。なんと見事な。半兵衛殿の見立て通りよ。者ども、キャツらを止めよう。そこか。あの人たち、本陣をほったらかしにして何をしてるんだか。今のうちに攻めちゃえ。斎藤の軍師殿、竹中半兵衛だっけか。あいつね、的確に泣きどころをついてきやがれ。もし半兵衛みたいなやつが隣にいたらかなり頼もしいんだろうな。敵将、オイラが討ち取った。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。手柄はもらった。ドリャー、開門。武功一ついただきだ。聞かせていただこう。よし、これで築城に必要な物資は一通り運び込めたな。押されてるじゃねえか。何してやがる、ハンデ。これ式じゃ織田は折れないか。思ったよりやるみたいだね。
くなし、入れ。げ、やつら、本陣を攻めてきたか。とされちゃまずい。なんとしても守るぞ。と、手柄はもらった。一ついただきだ。フルはなんだか。なんと見事な。そこか。かなう相手ではなかったか。敵将、オイラが討ち取った。引かせていただこう。どうにか敵は退けたが、このまま本陣の守備に徹し続けてもしょうがねえ。さっさと城を完成させちまうぞ。一人でも多く築城に当たらせるんだ。敵将討ち取ったり。悔しいが、ここまでか。おお、感服捕まっつったり。怪しい奴め、覚悟せよ。何度も何度も邪魔しやがって、懲りねえ奴ら。伏線救援攻。早すぎるか。敵将討ち取ったり。ここは引くほかあるまい。貴様らの思い通りにはさせぬわ。おお、やるではないか。覗かねえとな。耐えきれん、引かせてもらう。築城に必要な人手は大方揃ったみてえだな。へえ、織田は本気で築城するつもりなの？オイラの出番だ。面白いね。でもやらせはしないよ。この地を奴らから守り抜け。必ず城を完成させるんだ。みんな準備はいいね。それじゃあ落石始め。手柄はもらった。石が降ってきた。緩んでる場合じゃねえってのに。火星に参りました。これより織田を討滅いたします。Yeah, yeah, yeah.
よし、開門。そこか。それ。織田を指揮する彼、敵ながら頑張ってるな。といけない。次の手を用意しないとね。武功一つ、いただきだ。だ、なんと素晴らしき戦果よ。よし、ほっ、でやっ、でっ、でっ、武功一つ、いただきだ。と、力及ばずか。よっ、おりゃ、こりゃ、でっ、でっ、ほっ、でっ、よっ、でっ、と、あと少しで敵を退けられる。みんな、もうひと踏ん張りだ。敵将、オイラが討ち取った。意地は見せたわ。もうよかろう。敵は大方倒したな。そんじゃ城を建てちまおうぜ。秀吉、いいぞ。さあ、旗印を掲げろ。スノマタ城、これにて完成だ。こっからが本番だ。崖上の連中に一泡吹かせてやれ。何？奴ら、崖を登ってくるぞ。みんな、ひるむでない。ファンベイ殿の策に従い、かの城を落とすぞ。開門。奴ら、この城を落とそうって腹か。どうするよ、秀吉。オイラと兄貴で、北からの進軍を阻もう。この城は、何が何でも守り抜かねえとな。勝利条件変更。やっちまうぞ。敗北条件変更。任せな。手柄はもらった。スノマタ城はこの戦の要だ。敵の策で落とされねえよう手を打っとかねえとな。ハンベイ殿によれば、城南方は守備が薄い。ならば、そこより攻めいらん。奴ら、南北から一気に来たな。攻撃から城を守らねえと。急いで戻るぞ。おお、感服つかまつったり。オイラの出番だ。よっ
やっちまうぞ。手柄はもらった。急げ！そりゃあ！よっしゃ！もう一暴れしてやるぜ！敵将！オイラが討ち取った！お見事にございますな。これでひとまず安心か。よし、信長様に角俣城の完成を知らせてくれ。あの人本当に城を建てちゃった。すごいや、信じられないよ。指揮した彼は一体どんな人だろう。直接確かめてみようかな。開門。来たな、安部。あいつを黙らせねえとこの戦は決しないだろうが、こうなればいっそ仲間に誘ってみるか。仕方なく吉達に従ってるのかもしれねえし。勝利条件変更。これまで。敵も必死じゃねえか。これ悠長に兵を配している暇はねえな。君は伊賀人？織田は勢力拡大の一環で伊賀と手を組んだのかな。ご明察、ちっこい割に頭がよく回るようで。君の口もなかなかよく回るようで。竹中半兵衛、オイラは秀吉ってんだが、これも何かの縁だ。仲間になってくれよ。お誘いは嬉しいけど、急に言われてもな。僕に勝てたら考えてあげてもいいけど、うん、やるね。なかなかの暴れっぷりだ。お褒めに預かり光栄だ。オイラの力たっぷり味わえ。早すぎるか。うん、君と歩む道に少し興味が出てきたよ。少し考えさせて。お、待ってるからな、ハンペ。秀吉め、本当に城を建てるとはな。信長様の来着まで何とか持ちこたえたか。よし、ここからさらに張り切るぞ。うん、そのつまりだよ。僕は君の可能性にかけようと思う。君の型破りな発想力なら乱世も大きく変えられるはず。ということで、僕を君の仲間に加えてほしいな。そうか。いやー、期待されるって嬉しいもんだな。
そんじゃ改めてこれからよろしくな、ハンベ。こちらこそ。必ず君を支え抜いてみせるよ。